竹林奥です。そちらはトーマンバナナですね。これはだいぶ傾いてきていますが、クッキングバナナ、クッキングの菓子は小さいですね。もっと大きめに成長するのが本来の姿かもしれませんが、この環境ではちょっと小ぶりだなと思いますね。問題の連続観察していますバナナ苗ですが、1,2,3,4,5,6,6段、まあこちらから確認できるのは6段ですね。その下の方はちょっと剥がれ気味ですが、まだ落ちていませんね。撮影場所をちょっと変えてみますと、1,2,3,4,5,6、まあ6段目でおしまいじゃないですかね。あとは中性化じゃないかなというような気がしますが、あそこの2枚の方が外れればはっきりすると思いますね。まあ段数とか菓子数は気にしてないんですが、問題は果実の形態ですね。なかなか大きくも太くもなってくれないですね。まあ、気温も朝晩下がってきていますからね。なかなか厳しい状況ですね。まあ、ここについている小株はだいぶもう大きくなってきていますし、そちらに移植したもの、それと、真正面に見えるやつと、もう一本東満の下ですね、これですね。ここには4本植えてあるんですね。4本育っているんですね、小株が。まあこれらが来年成長再開してどれぐらいぐんぐん伸びてくれるかによって、その次の年、まあ再来年の結実が期待されるとは思うんですけどもね。まあ虎の狸の皮材料かもしれません。強烈な台風とかやってくれば、まあ、おじゃんですけどね。2枚ついていた方のうちの1枚が外れていたので、段数を数えてみたら 1,2,3,4,5,6,7 7段まで開花結実中ということですね。しかしこの菓子の2列、段ごとの2列の並び方を見てると、なんとなく合掌バナナ、ムサプレイングヘンズみたいにしか見えないですね。まあ日本でムサピトゴ、ピンポンバナナを結実させた話というのは聞いたことがないんですが、まあ誰かね、結実経験を持っていればお聞きしたいんですが、これは
じっと待つよりほかないんでしょうかね。反対側に回ってみましょう。反対側といっても、なんか下の方から見上げる感じにしないと、葉っぱの関係でよく見えないんですが、1,2,3,4,5,6,7、7段はちょっとしかついてないと思うんですが、それでも中性化ではないみたいですね。まあそばに行けば中性化も混じってるのかもしれませんがね。まあムサピトゴなのか、ムサプレイングヘンズなのか、何が何だかちょっとわからないですね。